声すげえな。今までの中で一番いっぱい見える。あ、これすごいわ、ここ。思ったよりすげえ。すげえな、ここ。今まで俺、ここオフで走っとるからさ。うんうんうん。いざオンにしてみるとすげえな。気持ち悪い、ここ。よくこんなとこに住んどるね、こいつら。関ヶ原合戦。もうちょっと向こうだぞ。海鮮地っていうのがあるけど、そっち行ってみます。うん、行こう。どこ、これ左でいい。うわ、そう、すげえ、すげえな。左で。なんじゃここ。なんじゃここ。あの、ある意味日本一有名な合戦地だよ。一番なんかさ、範囲ひれえな。広い。広すぎて俺取れん位置が。あの、うん、あの全体図見た時に思った。広すぎてダメだこれって。絞れんぞお前ここ。まっすぐ、ね、はい。絞れん、絞れんっていうか、この辺り一体で殺したりしてるから、まあある意味、うん、なんていうの、そのどこがいい場所かっていうのがない。みんないい場所になる。うん、魚釣りでいうとこの辺り全部当たりポイントみたいなさ。うん、なんか琵琶湖一帯が当たりっていう感じの、うん、さっき来た道だよこれ。うん、向こう側なんだけどな、どうやって行くんだろう。どこ、どっち側。向こう側が一番すげえんだけど、戦っとる最中っていうか、うん、だからそのこっちの方に合戦地跡地ありますよ。すごいぞここ、もっとすげえとこやぞ。一番ど真ん中に行けそう。この辺を右に曲がるところある。ここなんだよな。あ、これか。右方向です。その先、右方向です。よう分かりました、全然見えんかった。こっちなんだよな、右側なんだけどな。まあまあまあ、もうちょっとそのあれして、でこれを右で。民家じゃん、ほとんど。でもこの辺りもすごかったりするんでしょ。うん、ここ、この辺ももうだって道路合戦地がすぐそばだもん。すげえな、霊感オンにできねえな、ここ。霊感の強い人は大変だな、これ。これ。まっすぐ、まっすぐ。うわ、頭痛くなりそう。頭痛がする。違う幽霊が浮遊しとる。あ、すげえな。そう、この辺りの、ちょっとこれの右側あたりかな、もうちょっと。うん、こっち側。ね、うん、この辺りが、要はあの、ここだ、一番あの、中心っていうか、戦っとる最中のぶつかってるとこが。この辺だ。すげえ、ここ、俺今ここ、人跳ねとるぞ。あ、なるほど、この辺りでも戦ってらっしゃると、目の前でも。そうそう、ボコボコ引いとるぞ、俺。すごいね、要なんていうの、この関ヶ原合戦開戦地っていうさ、ナビいらずでさ、うん、ここがすげえって分かるんだね。いや、これ分からんやつ、分かってないよ。かわいそうだぞ。いや、むしろ見えん方がいいな。今俺、ボッコボコ人跳ねとるもん。あ、ちょうどでもこっからが陣営が違う。陣営が違うというか、まあここでその激突してるあれですからな。この辺からちょっとあの戦いの強さが違う。ほう。アンカードレールあたりのところ右に曲がったら多分入れると思う。これこっち側の方が強いの？強いというか、要はこのあたりに多分そのか、なんていうの？違う違う、戦っとる陣営。石田純一。石田さんって呼んでくれんかな。石田さん混ぜるな。石田さんの方が強いのこれ。いや、あの石田三成の方がむしろあの戦い自体は負けてる。だよな、当たり前だよなこれ。あれだから大将の方がいけれないんだけど俺。これさっき駐車場あったよ。違う、向こうの石田さんじゃない方、こっち誰。徳川家康。そう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 、そっち側行きたいんや。これはいいやつ、どこだ。こんなボコボコ人跳ねとってもしゃあねえもん俺。海鮮地無料駐車場。海鮮地を無料にすんな、駐車場にすんな。絶賛この辺りでもちょっと戦ってるんだよな。うん、ここがちょうどほぼほぼあれだね。すげえな。これ多分ここにも絶対オーブ映るぞ。